はい皆さんこんにちはジョーですここ最近です非常に注目を集めたニュースがあってかつ今マーケットが下落している要因の大きな理由の一つなんじゃないかという風うに言われているニュースをご紹介したいと思うんですけれども、えー、皆さんもよくおそらくご存知だと思うんですがテザーというステーブルコインありますよねティッカーで言うと USDT という風に言われているものなんですけれどもここの会社がですね今回初めて 彼らのバランスシートを公開しましまで彼らは以前はですね1テザーに対して1ドルというふうにまあ今割合がまあ通常ですねあの大体なってるんですけれどもこの預かり資産はですね全てドルで保存していますよと。 いう,ふうなものだったんですがどん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 ちょっと基準が変わってきていて今はですねどういうふうになってるかっていうのは直前まで最近分かってなかったんですがつい先日ですね2021年の3月31日付でのバランスシート資産の額を公開をしましたでこの中身がですね非常に衝撃的でツイッターでもいろんなところでも取り上げられていたんですけれども、えー、結構ツイッターというかその仮想通貨界で 非常に有名で、えー、名の知れた方がいらっしゃるんですけれどもこの方がですねツイートしていましてこのテザーのバランスシートの中身を見てもう非常にショッキングでこれはもうそのステーブルコインを運用する会社のバランスシートとしてはまずありえないというふうに言っていてで中身これ見てみるとですね後ほどちょっと詳しい内訳っていうのを紹介するんですけれども。 まるでそののヘッジファンドのよううな中身だといいううに言っていますでこれはえ例えば株に投資しているとか,とかっていうわけではなくて、まあ、その債券の、まあ、いわゆるクレジットっていうんですけども社債ですとか、まあ、そういったものを運用しているヘッジファンド並みにリスクが高いような中身になっているんじゃないかというふうに言っています。で彼らですね非常に現金 持ってるのかかなとかあとは結構その安全資産として米国の債権持ってるのかなというふうに思ったんですけれどもいわゆるそのコマーシャルペーパーというふうに言って、えー、かなり短期で会社がですね企業が資金をですね市場から集めるために発行している債権だったりとかあとはですね、まあ、通常例えば5年10年とか、まあ、そういった長期で 資金調達を企業がするために発行している社債ですとかあとはですねファンドに対して投資をしていたりとかあとはビットコインなんかにも投資してたりしてるんですよねでこれって本当その1ドル1テザーで発行してかつそれを資金を運用している会社であればほとんど何て言うんですかねその1ドル1テザーを守るためにかなり安全な 資産運用ってていいうのをしているべきなんですがこんな例えばある企業が潰れたらこれ戻ってこないっていうふうに思われるような資金の投資の仕方のその資金の割合がですねもうだいたい5割ぐらいは超えているんですよねなのでまあ極端な話ですけどこれらの企業がバン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 潰れたらまあ1テザー1ドルだったはずが 1> 1テザー50セントぐららいいににしかやっぱならなななような今状況になってるんですねもしくはもっと少ないかもしれませんなのでちょっとありえないだろうとただし今の状況で言うともちろんそんな状況はすぐ起こりえないしそこまでは想定してませんただしやっぱこういうものを運用していく中で運営していく中でこのバランシードおかしいんじゃないかということで今 えーまあ、ある意味これを現金だと思ってこれまで扱っていた、まあ、ヘッジファンドですとか他のファンドもそうなんですけれどもあこれは現金と同じものとして扱ってはいけませんよねということで今まで USDT に入れていた分の資金っていうのを大幅に引き上げるっていうことが、まあ、今水面下で行われてるんじゃないかというふうに言われていますなので、えー、ここ最近ですねいろんな仮想通貨特にメジャーどころっていうのは結構落ちてますよね ビットコインもそうですし、あとはイーサーもそうなんですけれども、かなり底堅、えー、い動きしていたりとかっていうのもあったにもかかわらず、まあ、この案件だけじゃないんですけれども、SEC の今後の非常に規制を厳しくしていくような発言とかっていうのもあって重なって、えー、こういったところでですね、やっぱ資金の流出、仮想通貨からの資金の流出っていうのが、まあ、今起こっているような状況となっています。で これはですね今後もう少し続く可能性もやっぱりあってなぜかっていうと今その仮想通貨に対して投資をしていく中で現金と同等物として扱えるものっていうのは今まではテザーだったんですよねでこの USDT だったんですけれどもじゃあそれじゃダメなんだじゃあ他の何て言うんですかねあのステーブルコインでいい,のいいのあるのかないのかみたいなやっぱしていく中で他にもやっぱ振り分けていきたいんですが。 まあ他のところもやっぱり中身まだわからないっていうのもやっぱあるので一旦はこの仮想通貨市場から資金をちょっと抜こうっていうような動きが出てるんですよねなのでこれがどれぐらい続くのかもしくは、えー、どれぐらいの額なのかっていうのは正直まだわかりませんで今は特にやっ,ぱやっぱりそのビットコインも イーサももそうですけども下落基調になってますよねなのでそういったところも相まってさらに一旦リスクオフの動きになる可能性はあるんじゃないかなと思ってますでいろんな話を聞いてみるとえ先日もお伝えしたように SEC の規制の強化とかっていうのもやっぱりあるので短期的にポジティブになるニュースっていうのはもう今ないんですよねあんまりでイーサーに関してはまあ7月にロンドンのアップデートとかっていうのがあるので、まあ、そこまでの1ヶ月ちょっとの間は まあ少しセンチメントが冷えていますしまだまだ非常に脆弱な環境にはあるのでまあこのあたりがですねどう絡んでいくのかっていうのはちょっとまだ正直わからないのでえ何とも言えないんですけれども今積極的に仮想通貨市場でお金をバシバシ入れていくっていうようなタイミングじゃないのかなとは思ってますもちろん僕もあの積み立てで ESA ーーやってるんですけどもあの まあそういった定期的に入れていくものっていうのは、まあ、何も考えずに株もそうなんですけど室内にどん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 入れていくっていうのをやってはいるんですがまとまったお金を入れるタイミングとして今がいいのかどうかっていうのはちょっと難しい局面かなと思っています。この ESA に関してはどんどんアップデートがあるので、まあ、それの動画もちょっと作ろうと思ってるんですが、まあ、それに対してどう考えているかっていうところの次第かなとは思っています。 まあ僕自身は非常にこのロンドンのアップデートっていうのは期待していますし、まあ、あと同じような7月8月のタイミングで起こってくるような一切ーーのアップデートっていうのも期待とはしているので、まあ、もし非常に安くなるのであればそこで資金をしっかりと入れたいなと思ってはいるんですがマーケット仮想通貨全体として考えた時には、まあ、今やっぱりリスクオフの局面っていうのはもう少し続く可能性があるのと、まあたやっぱこの、ね、テ,テーザーの ニュースが出てきたので、まあ、これを本当にどう考えるべきかっていうところの精査はえさらに済むと思いますしこれに関連した記事っていうのはもっともっと出てくると思います今のところはこのデザインに関して出した発表に対してツイッター上ですとかのみて今まだ議論されてる段階でそんなにたくさんの記事とかっていうのは出てきてないんですよねなのでマーケット全体としてこれをどう捉えるべきかっていうのはまだコンセンサスはないと思いますただし どちらにせよこれちょっとリスク高いよねっていうのは、えー、一つやっぱ考えなきゃいけないっていうのは大前提としてある中でただしその最悪なシナリオっていうのはすぐには行ない起,こ、えー、起こらないよねっていうのはそれもそれで確かだと思いますなのでものすごい勢いでここから資金が抜けるっていうのは今はないとは思うんですけれども最悪な場合そういったことが起こり得るのでそれを考慮したリスクマネジメントのポジションに ああるるる程度調整する必要がよよねっていうような今段階ですとなのでちょっと先ほど伝えたようなことで全面的に仮想通貨から資金が引き上げられるっていうのではないですよっていうのは理解していただきたいなと思うんですが仮想通貨に対して安全だと思っていた資産が実はそんな安全じゃなかったっていうような状態なので、まあ、そこはそれでそれで非常に結構なサプライズだったんじゃないかなと思っています。でもしかすると えもう数日 <laughs> まあ週末も挟みましたので、えー、もう少し落ち着いてくるとは思うんですけれども、まあ、週明けですね、えー、にアメリカ人の方たちがどういうふうな動きをするのかっていうのは非常に注目かなと思ってますというのもアメリカの方はですね、えー、一旦タックス税金を支払った後に、に、えー、この月曜日からですね市場開いてますので開きますので株式市場に対してお金を入れるのかもしくはえー この仮想通貨に入ってくるのかどうかっていうのは結構注目されてはいたんですが、もうこのタイミングで、えー、仮想通貨は下がってきましたよね。で、仮想通貨は週末も空いてますので、ここでバーって上がってくれば仮想通貨に対して資金が入ってくるようなことになるのかなと思っていたんですが、まあ、ここで下げているということもあるので、まあ実際にちょっとどうなるかっていうのは結構不透明かなと思ってます。株ににとっては結構ポジティブなように見てる人も多かったりはするので。 逆にここで避けてくるようであればリスクアセットに対しての見方は非常に厳しいんだなっていうのも、まあ、一つ見方としてもできるのでこの辺りの連動動性ののののききははどういうういいいいものにななるのかと見ててたいなと思っていますやはりこれだけですねテザーにとって不安な要素っていうのが出てくるのであれば一旦ある程度の資金を仮想通貨から抜いて株式上に移そうかなっていう人も少なからず出てくるとは思うので。 今後はですね結構この2つの市場株式と債券、まあ、も本当はそうなんですけどもそれらの市場がどういうふうに密接に関わっていくのかっていうのは今後さらに何、えー、て言うんですかね、あのー、連動してくると思います。でさっきも言ったようにこのテザーがですねいわゆる社債とか、まあ、そういうのをクレジット市場っていうふうに言うんですけれども。 こういった市場と結構連動して動いてくるように今後はなる可能性があるのでその辺りは気をつけていきたいなと思いますなのでやっぱりその金利の上昇とかと合わせてこの辺りは結構見ていかないといけなく今後さらになってくるというような状況ですねあとは今後じゃあステーブルコインってもうダメなのかっていうふうに言われると、まあ、そういうわけでもなくて今後ですねフェイスブックが発行する えー、っていうのがありますねで今回、えー、Facebook はですね新たに、えー、何でしたっけ、えー、とシルバーゲートという銀行と、まあ、提携をしましたとでこれ今後どういう風になるかっていうと初めてのステーブルコインで銀行が発行体となる、えー、ステーブルコインになるんですねでこの資産の運用をこの Deam の まあ子会社というか株組織を行うようになるので今回ですね初めて銀行が発行体となるステーブルコインというのができるようになります。でこれまだ正式にいつになるかっていうのはまだ分かってはいないんですけれどもなのでこれまではその非常に何て言うんですかね独占的なテザー社の発行だったものが今徐々にですねえっとコインベースが発行している USDC とかっていうところも出てきてはいるんですけれどもそういったところだけではなくて今後本当にまあ信頼できるかつその資産の発行と運用を別々でやってるようなところもまあ出てきているので、まあ、この辺りはおそらくこの DIM の非常にその運用体系とかまた発行体の信用度とかっていうのも見られて資金がこういったところにどん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 流れていく可能性は あるんじゃないかなと思うのと。あとはこのステーブルコインに対しても結構やっぱり規制がかかったりとか。まあこの辺りは今後なってくると思います。なので結構厳しく、いろんな。その今後12年3年ぐらいで。 仮想通貨市場の規制っていうのが更に厳しくなってくるので、まあ、そういった局面で仮想通貨の値動きがですねそんなに芳しくなるようなタイミングが、まあ、ちょこちょこちょこと出てくる可能性はあるとは思うんですけれども、まあ、長期的に見ると、まあ、仮想通貨の市場を整える上で非常に重要な、えー、規制の局面にはなってくるとは思いますので、まあ、悲観的になることもあのー。 僕はなくですね、しっかりと投資をしていく環境を整っていくということで、前向きに捉えていいんじゃないかなと思っています。ただし、マーケットとしては、おそらくネガティブに捉える、えー、とは思うので、まあ、そのあたりはガツンと下がったときに、まあ、拾っていくっていうオペレーションができれば、まあ、非常にいいんじゃないかなとは思っています。はい、そうですね。こ、まあ、このののにに対してて資金が入ってくることの意味っていうのは、まあ、実際に まあその時の市場のタイミングだったりとかまた規制の状況にもよるので、えー、何とも言えないんですけれども、まあ、今後改めて、えー、銀行がしっかりと発行しているステーブルコインだとか、まあ、規制もですねこういったなんです、あのー、運用はいけないのかもしくはちゃんとした運用体系をしているところのステーブルコインを使うようになるのかどういうふうな本当に資金の流れになってくるかっていうのは分かんないんですが、まあ、いずれにせよ この市場が正常化どん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 成熟化していくことによって仮想通貨に対しての投資っていうのが基幹投資家も個人もしやすくなる環境にはなるのでそうなってくるとがぜですね仮想通貨の価格が上がりやすくなってくるのでこういったところをまながらにですねしっかりと見ながら投資活動を継続していきたいなと思っています。はいということで、えー、うまく伝わったかなどうかなっていうところであるんですけれども。 今後も引き続きいいニュースアップデートできましたら皆さん